んにちは。今幸せですか？え、幸せではないんですか？それは普段聴いている音楽のせいかもしれませんね。ちょっと玄関だけ失礼しますね。普段どのような音楽をお聴きなさっているのですか？え、J-POP ですか？それはいけません。J-POP と呼ばれる音楽の多くは調整音楽といって、これには様々な悪い成分が含まれているんですよ。それらが病気や不幸の原因になることも研究で分かっているんです。例えばドミナント、トニックという音があります。怪しい名前ですよね。ドミナントはもともと支配という意味なんですよ。トニックは競争剤です。これらの音が本来、12音すべてが平等であるべき幸せな世界に、差別と格差、不自由、独裁をもたらしたのです。ドミナントは不協和音であり、人々に緊張を与えます。トニックは逆に安定感を提供します。緊張させられた人は当然、その緩和を求めますよね。緊張から緩和へ、この動きをドミナントモーションと言いますが、この解放感に人間は、強い快感を覚えてしまうのです。一度この快感を覚えてしまうと、自分の意志ではなかなか抜け出すことができず、人々はドミナントモーションを繰り返し求めてしまうのです。薬物依存症と同じ構造ですよね。調整音楽は人間精神を堕落させ、支配してしまう恐ろしいものなんです。この事実にほとんどの人が気づいていないんです。私も少し前までそうでした。何の疑問も持たずに、YouTube やテレビから流れる音楽を聴いていました。そして気がついたら、身の回りで不幸なことばかり起きてたんですよね。学校で友達から仲間外れにされたり、家が貧乏で欲しいものを買ってもらえなかったり。そんな時、たまたま、無調教の人たちに出会って、真実を教えてもらったんですよ。ざっくり言うと、この世には、天の音楽と、サタンの音楽があるんですね。そして、私が今まで聴いていた調整音楽は、サタンの音楽だったんです。サタンは甘い響きとドミナントモーションで人々を巧みに誘惑し、心の中に入り込み、人間を堕落させようとします。ねえ、最近ニュースを見ていて、あまりにも悲しい事件が多いと思いませんか？これは人間の本性が悪だからでしょうか？いいえ、違います。この世界、特に日本がサタンに支配されているせいなんですよ。ピアノを上から眺めてください。白鍵と黒鍵、オクターブには合計12個の音があります。神がこの世に音楽をお作りになられた時、これら12の音は全て平等に扱われ、旋律は音と音の間を自由に移動していました。これこそが、本来の人間が奏でるべき、天の音楽、なのです。しかし、悪魔王サタンはこの12の音を一つ一つ誘惑し、神を裏切るように仕向けました。サタンの誘惑に落ちた5つの鍵盤は黒く塗られ、音を出すことすらできなくなりました。残された7音はサタンの支配する調整空間で、奴隷となり、無理やり邪悪な音楽を奏で続けさせられているのです。こんな邪悪で残忍な音楽を聴いて、幸せになれるはずがないですよね。私たち、無調教は、中世に縛られない無調音楽を聴くことで、神のお作りになられた本来の良い人間に近づくことを教義にしています。そして、無調音楽を世に広めることで、自分だけでなく、社会全体を良い方向へ導き、自由で平等な幸福社会を目指して活動しているんです。私も無調音楽を聴くようになってから、毎日がとってもハッピーで充実しているんですよ。友達もたくさんできましたし、海外旅行にも行けちゃったんです。よかったらあなたも、私たちと幸せになりませんか？ね？一緒に礼拝所で無調音楽を歌ったり、聖書を読んで学んだりしましょうよ。これ、パンフレットです。お時間ある時に読んでみてくださいね。え？いらない？これから出かけるから、帰ってほしい。出かけるって、もしやカラオケにでも行って、調整音楽を歌うんじゃないですよね。調整音楽は体に悪いって、言って
たじゃないですか。あなた死にますよ。日本は今とっても危険なの。サタンの侵略を受けて至る所に朝鮮音楽が溢れてるんだから、むやみに出かけたら洗脳されます。ダメです。私たちと来てください。で、スーパーに買い物に行くだけですか？そのスーパーは何というスーパーですか？まさかベルク以外のお店に行こうとしていませんよね？え、いいから早く帰ってほしいですって。わからない人ですね。時間がもうないんですよ。日本は滅びるんです。もうすぐ。どうして真実から目を背けるんですか？政治ですか？学校教育ですか？マスコミですか？政府も学校もマスコミも、日本の中枢はもうサタンに乗っ取られていることに気がついてください。小中学校の音楽の教科書を朝鮮音楽で埋め、メディアを使って朝鮮音楽を昼夜を問わず流し続けることで、サタンは国民を洗脳しようとしているんです。そしてかなりの人がもう洗脳されてしまっているんです。あなたもきっとその一人ですね。そこからせっかく救ってあげようって言ってるのに、何なんですかその態度は。救われたいでしょ？不幸そうな顔してるもんね。サタンに侵された顔だわ。さあ私たちと行きましょう。救いは無調教にしかありません。行きましょう。さあ行くのよ。